先週金曜日オープン前日の岸漁港です。こちらは昨年常設型に整備され9軒の牡蠣小屋が軒を連ねます。そのうちの1軒恵比寿丸さんにお話を伺います。お忙しい時にすみません、はい、よろしくお願いします、はい、明日オープンということですね。3月4月がもうキャンセルばっかりでもう早くやめた件ですね。その分を取り戻さんといかんですね。3月の中旬からも4月もう4月はもう立派やめましたもんね。新型コロナウイルスの影響を受けた春の分を取り戻すためにも万全の対策で今シーズンに挑みます。今年どうですか、牡蠣の出来は。牡蠣もいいですよ、去年よりもいいです。そうですか、はい、ということで特別に牡蠣の養殖場を見せていただきました。船を出してわずか5分ほど、あっという間にイカダに到着です。こんな感じで繋がっとるんです。うわー、そういう状態なんですね。そうそう、で、はい、これはこの 船の方に引っ張って、うん、で、あの機械でバラバラにしていくんだ。へー、育てているのは去年商標登録された糸島牡蠣。漁協が定めた厳しい基準をクリアしたものだけがこの名前を使うことができるという糸島のブランド牡蠣なんです。結構牡蠣小屋から近いところで育ててるんですね。あ、そうですね、見てもらったら分かるんですけど、あの山に囲まれてるんですよね、はい、でそこから雨が降って山の栄養分が海に流れてきて豊かな海になって大きな牡蠣が育つっていうふうに言われてますね。へー、引き上げられた牡蠣は手作業で選別と掃除を行った後丸1日殺菌水につけられ、やっとお客さんに出せる状態となるのです。こちらのお店ではオープンに向けておよそ500キロの牡蠣を用意しているとおっしゃっていました。じゃあ贅沢にいただきます。濃い、濃厚、磯の味、香り、すごいですね。最高です。もちろんコロナ対策も抜かりはありません。密を避けるために例年よりも席数を減らし、席と席の間には手作りの間仕切りを設置しました。入店時には検温と消毒を徹底、さらに万が一に備えてお客さんには連絡先を記帳していただきます。さらにさらにこれらの対策に加えて糸島漁協がある秘策を打ち出したのです。LINE のですね、はい、非接触型で、注文できたりとか、渋滞を作らんために、なんか予約とかもですね、その LINE でできるんですよ。最新式です。最新式その最新式というのがこちらです。各お店の各テーブルにこのような QR コードが準備されています。これを読み込むとなんと LINE 上で注文ができるというのです。これは従業員とお客さんの接触をできるだけ減らそうというアイディアなんです。牡蠣部会の総会っていうのがあるんですけど、その総会の中でそのアプリ LINE のアプリを開発した業者さんを呼んで、うん、こういったことがあるよということを紹介をしたんですよ、はい、あとはもう参加するかせんかはもう自由で、費用がかかるんでですね、でも岸についてはみんな語ってもらいました。へー、さあ翌日です。待ちに待った牡蠣小屋がいよいよオープンです。美味しい。10月24日土曜日午前10時を回りました。まあ、一部を除きまして糸島の牡蠣小屋いよいよオープンです。午前10時にもかかわらず早速集まってきた牡蠣小屋ファン、待ってましたとお目当てのお店に流れ込んでいきます。おはようございます。今日はもう午前10時回ったばかりですが何をしに来られたんですか。もちろん牡蠣を食べに。いや、いいですね、朝からテンション上がってますね。はい、コロナ禍ということなんですけれども、うん、やっぱり今皆さんそれぞれが用心されてるんで、うん、あの、まあそこまでは心配してないですけども、やはり、まあ、自分たちも注意しないといけないという意識では来てます。うん、
おっしゃるように皆さん検温や消毒などの対策に協力的でした。大きなトラブルもなくオープンを迎えられました。さあ前日からお世話になっている恵比寿丸さんを覗いてみると、やってらっしゃいますね。漁協の方が最新式と太鼓判を押していた LINE を使った注文方法です。ああこれ頼みたかったの。あ、これを頼みたかったんですか、はい、簡単でよかったですもうねサクサクとね、うん、買ってさえ分かればさもう便利いいですね。そうですよね、機械にそんな疎い人なんですけど、それでもサクサク進んだので、はい、うん便利ですね。ですね。こちら3人で来店されたご家族、牡蠣小屋に慣れてらっしゃるのでしょうか。すだちと大根おろしを持参して楽しんでいらっしゃいました。せーの、おいしい。こちら恵比寿丸さん自慢のお得なセットメニューです。牡蠣飯に牡蠣汁までついたこのボリュームでなんと2000円ですよ。大満足なセットメニューですね。さあ早速牡蠣を焼いていきましょうね。牡蠣の身がぷっくりと膨らんだらもう食べ頃ですよ。プリプリ、めちゃくちゃ濃厚、すんごく美味しい。